どうも皆さんこんにちは、リコルンです。ということでですね、久しぶりでございます FGO 実況なんですけれども、いつもはねガチャとかをやってたんですけど、今回ですね、ストーリーを進めていこうというところで、オルレアンの、めちゃめちゃ遅いんですけど、オルレアンのドンレミのところからやっていきたいと思います。第1節、100年戦争の地。ふう、無事に転移できましたね先輩。前回は事故による転移でしたが、今回はコフィンによる正常な転移です。身体状況も問題ありません。前回はね、あれだったよね、冬季の時のなんかね、爆発でみたいな感じだったよね。ちょっとこれ なんか前はねめちゃめちゃやってたけど、恥ずかしいからやめておこうか。フォーさん、またついてきてしまったのですか？まあ、大体ついてくるね。このフォーがね、実際これなんかずっといるけど、なんかこれも何かあんのかな？まあそれは別にないのか。まあこっから人に変化するみたいな、さすがにない、そういうことは。ね、フォーもレイシフトできるのかって感じだね。そのようです。先輩か私のコフィに忍び込んだのでしょう。幸いフォーさんに異常はありません。強いよね 私たちどちらかに固定されているのですから、私たちが帰還すれば自動的に帰還できます。固定され、まあそうなんだろうね。問題ないか。はい、私たちは運命共同体です。まあ、なんかちょっとエッチだね。マスター、時間軸の座標を確認しました。どうやら1431年です。1400年か。1431っていうと、まあ、日本だといつぐらいですか？室町時代ぐらい。もうちょい前か。あ、でも室町は行き過ぎか。それぐらいか。現状100年戦争の真っ只中というわけですね。ただこの時期はちょうど戦争の休止期間のはずです。そう、俺ね、高校では日本史選択だったから、世界史やってる人の方がね、この100年戦争とかに関しては詳しいのかもしれない。はい、100年戦争はその名の通り100年間継続して戦争を行っていたわけではありません。この時代の戦争は比較的のんびりしたものでしたから、捕らえられた騎士が金を払って釈放されるなど日常茶飯事だったそうで。先輩？空を見て。確かね、何が？ここはね、ワイバーンとかが多かった気がするんだよね。ああ、違うのか。よし、回線が繋がった。画像は荒いけど、映像も通るようになったぞ。て、どうしたんだい、二人とも。揃って空を見上げちゃったりして。ドクター、映像を送ります。あれは何ですか？なんだっけ？ああ、全然違ったわ。そうだ、敵にワイバーンがね、めちゃくちゃ多く出てきたはず。光の輪、いや、衛星軌道上に展開した何らかの魔術式か。なんかこの、あれかな、空の、なんか右上の方だよね。多分この黒くなってるところだよね。何にせよとんでもない大きさだ。下手をすると北米大陸と同じサイズか。あ、同サイズかで、いや、北米大陸と同サイズかって言われてもね、俺らからしたらね、いや、どのサイズってのは、まあ、とりあえず大きいことは分かったね。めちゃくちゃでかいね、つまり。ともあれ、1431年にこんな現象が起きたという記録はない。間違いなく未来消失の理由の一端だろう。あれはこちらで解析するしかないな。任せてよ、ロマン。君たちは現地の調査に専念してくれていい。まずは霊脈を探してくれ。なんかね、霊脈を探さないと、なんかその、ロマンとかとね、通信が取れないかわかんないけど、まあ、その、通信できなくなっちゃうみたいな。ドクターの言う通りです。周囲の探索、この時代の人間との接触、召喚サークルの設置、やるべきことは山ほどあります。一つずつこなしていくしかありません。まずは街を目指して移動しましょう先輩。そう、前回がね、どこで終わっちゃったか分かんないんだけど、あれだ、確かそうだったね。ジャンヌが出てきた、ジャンヌ・オルタのところが出てきたんで、まあ今回の敵っていうか、あ、そうだね、敵はジャンヌ・オルタっていうところになると思うんだけど。先輩、止まってください。確認、どうやらフランスの石膏部隊のようです。どうしましょう？コンタクトを試みますか？いや、どうだろうね。なんか石膏部隊か。なんか今戦争状態だからさ、俺らが行ったらさ、ちょっと危ないんじゃないかな。敵と思われて。見たところ、ヒューマノイドです。話し合えばきっと平和的に解決します。いや、いいね。マジやっぱ優しさがにじみ出てるね。Hey, excuse me? なぜか、ああ、そうなんだね。フランス、この時代のフランス、英語も堪能なんかな。こんにちは、私たちは旅のものですが。まあ確かに旅のものではあるけど、まさかね、ドラえもんみたいに時空旅行してるとは思わないだろうね。そう？ひ、で、そうなるよね。敵 襲、敵襲、そうなるよね。
はい、ということで戦っていきましょうか。やっほー、手が空いたから様子を見に。って、なんで周りを武装集団に取り囲まれてるんだい。すみません、私の失敗です。挨拶はフランス語でする。いや、そこじゃないんだな、マッシュ。そこじゃないぞ多分とりあえずそこじゃない気がするからね。まあまあ、やろうかそういう問題だったのかだよね。もちろんです。そしてこうなっては戦闘回避は困難だと進言します。いきなりアラゴとか、しかもフランスの精鋭。まあまあ多分大丈夫だと思うけど、まあとりあえず落ち着こう。その世界は隔離された状態だ。何が起きようとタイムパラドックスは発生しないから、彼らとここで戦闘になっても問題はないだろうけど。ドクター、何かアイディアを。こういう時のためにフランスジョークとか知らないんですかよくねアメリカンジョークとか言うけど、フランスジョークとかあんのかな。知るもんか、ぼっちだからね。じゃあぼっちとかの問題面白いな。でもちょっと待って、考えさせて。え、これなんて言うの、小粋小粋な冗談を思いつけばいいんだろう。その帽子ドイツんだみたいな。フランスだよ。どこからともなく軽薄な声がする。総員構えろ、こいつら怪しすぎるぞ。いや、逆効果になってるやないかいすみません先輩、ドクターに期待した私が間違っていました。やはり現地人を傷つけるのはまずいと思います。抑えるために攻撃しましょう。マジも何言ってるんだい。何かおかしかったですか現実にこういう子がいたらめちゃくちゃ面白いだろうね。仕方ない、こうなったら身内だ。極力流血はなしの方向で身内で行こう。盾ならね、脳震盪とか狙いそうな。身内じゃなかったとしてもなんとかします。ファイヤーはもう燃えてるけどね。いや、燃やすのも論外だよ。さあやっていこうか。さあ戦闘を打ってきたね。肉体的にはともかく精神的な疲労が大ですマジ自分から疲労を受けに行ってない、さっき身内は、ああそういうことか。はい、盾の身内は難しいですね。学びました。まあそうだね。しかしオーダかな、少々甘かったようです。撤退されてしまいました。どうやら砦に逃げ帰るようだね。そっと追いかけて状況を問い詰めよう。くれぐれも次は刺激しないようにね。ちゃんとフランス語で話しかけるんだぞ。ダンケシエンはダンケシューンか。ダンケシューンはあれじゃない、ドイツ語だよね。ボンジュール、ボンジュールってフランス語だっけ。ああフランス語か。いや俺似顔絵はさ、ドイ語取ってたからさわかんないんだよね。ムッシュじゃん、ムッシュなの、マッシュ、自分の名前じゃない。なるほど、完璧です、お任せください。あ、ということでここで終わりだね。とりあえず第1話終わりということで、だいぶねちょっとね FGO 自体もちょっとねサボっちゃってたんですよ。なんでこっから毎日1個ねストーリーをやりながら、もしねガチャとか今ちょうどね、実は今ねガチャが来ていて、てか新しいサーバントっていうところで多分みんな盛り上がってると思うんですよ、対抗棒なんですけど、まあ一旦スルーしようかなと思って、ここはまあ袋もあるだろうしね、お正月のということで、毎日1個ねここからねストーリーのね動画投稿、まあ今はオルレアンということでしていこうかなというふうに思うので、もしよければねチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでね一緒にストーリーの方をね、追っていって、多分ね皆さんの方がもう全然進んでるとは思うんで、ここもでっかいヒントあったよとかなんかねいろいろあると思うので、まあ何か教えていただけたらなというふうに思うので、もしよければねチャンネル登録の方よろしくお願いしますといったところで、今日はね、ここら辺で失礼いたします。じゃあな。